皆さんこんにちは、インストラクターのまなみです。今回はこちらのサークルマットを使ったヨガのポーズをご紹介していきたいと思います。今回はですね、ヒップアップ、お尻周りを、目的とした、ヨガのポーズをとっていきたいと思います。皆さんもぜひ一緒に行ってみてください。そして無理のないように、ご自身のペースで自分のできる範囲で行うようにしていきましょう。それでは早速始めていきたいと思います。では仰向けにゴロンと寝ていきましょう。仰向けに寝たら、まずは足を立てて、足の裏がしっかりとマットにつくようにしていきます。そして手のひらも体側に伸ばしていきましょう。で、肩がこう内に入ってしまう方、内に巻いちゃっている方は、少し手の幅を広げていただくと胸が広がりやすくなると思いますので、手の位置は自分のこの肩の状態を見ながら、範囲を決めてみてください。では体側は長く伸ばすようにしていきます。今は足の裏がついて、そして骨盤のちょうど後ろあたり、お尻のあたりですね、がついていて、で腰のところには手のひら1枚分くらいの隙間があって、肩甲骨、そして二の腕、手のひら、最後に後頭部がマットについている状態です。で、喉がぐっとこう締めやすくなるので、二重顎にならないように、首は長く伸ばして、首のシワを伸ばすようなイメージをしていきましょう。ではこの準備ができたら、一度大きく息を吸っていきます。吐いて肩の力ふーっと抜いて、耳と肩の距離を遠くに遠ざけていきます。次の吸う息が来たら、お尻から順番に1個ずつの背骨をゆっくりとマットから持ち上げていくようにして、そして足の裏でしっかりと床を踏みしめて、お尻はぐっと締めないように、お尻は柔らかく、喉元もぐっと締めないように、首は長く伸ばしていきます。ちょうどお尻とももの境目あたりにキュッと力が入るようなイメージです。お尻じゃなくて、ちょっとこのももあたりですね、にちゃんと力が入っているようにしていきましょう。そしてこうお尻だけが落ちて、胸がこう上がった状態だと、こう反ってますね。この状態にはならないように、これだと腰が完全にこう反っている状態で腰痛くなってしまいますので、しっかりとももを上に引き上げるような意識をしていきます。で、首はまた長く伸ばして、手のひらもしっかりと床を捉えて、二の腕でも床を押すような意識をしていきましょう。どうしても小指側にこう体重が乗りやすくなるので、足は親指、母指球、そしてかかとの内側を意識していきます。吐く息が来たら、胸から順番にロールダウン、もう一度行きましょう。吸いながら、お尻から一個ずつの背骨を剥がすような意識をして、持ち上げていく。吐いて、胸から順番に一個ずつの背骨を下ろしていく。息を吸って、またお尻から一個ずつ丁寧に持ち上げていきます。お腹は縦に長く伸ばすような意識をしていきましょう。胸ばっかりをこう頑張って持ち上げようとしないで、しっかりと足の力も強く使っていきたいです。吐いて下ろしていく。このまま呼吸に合わせながら繰り返し行っていきます。吸って吐いて、自分の体に着目して、自分の背骨がどのように動いているのかをこう頭の中で感じながら、考えながら、一つ一つ
動かすような意識をしていきます。それではあともう2回繰り返していきます。吸う息で持ち上げたら一度そこでキープします。少しだけチャレンジです。右の足をゆっくりとマットから持ち上げていきましょう。このままでもいいし、いけそうな人は足を伸ばします。ちょっとこういう風に曲がっても大丈夫です。お尻がこう落ちないように頑張って左のもも裏グッと引き上げるようにしていきましょう。手でもしっかりと床を押します。そしてこの右足を左のももの高さぐらいのところまで下ろしていきましょう。吸いながら持ち上げます。吐いて下ろします。吸ってアップ、吐いて下ろす、吸って上げて、吐いて下ろします。繰り返しましょう。1、吐いて下ろします。2、吐いて下ろす。3、ラスト5。そしたら足を一度上げたら右足を下ろして、胸から順番に一度下ろします。ふーっと一息ついたら逆足も行っていきましょう。吸いながらまたお尻から順番に一つずつ持ち上げます。左の足を上げて、足伸ばせたら足を伸ばしていく。右の足頑張ってください。さあ左の足を右足のももの高さまで下ろしましょう。吸ってアップ、吐いて下ろす、吸ってアップ、頑張ります。下ろして、2、3、ラスト5。はい、足を上げたら曲げて下ろします。胸から順番にゆっくりとマットの方に下ろしていきましょう。両膝を胸の方に引き寄せて両手で抱えます。頑張った背骨を優しく丸めて呼吸繰り返しましょう。優しく息を吸って、ゆっくりと吐きます。少し右に左にゆらゆらゆらしたり、ちょっとお尻をぐーっと床から持ち上げるようなイメージで背中を丸くして、頑張った背骨を優しく緩めていきます。それでは好きな方にゴローンと倒れて、頭最後になるようにゆっくりと起き上がっていきましょう。起き上がれたら枕で座っていきます。以上、お尻周りに効くヨガのポーズになっていきます。回数などは自分のね、お体の状態を見ながら、変えていっていただいて構いませんので、無理ないように行ってみてください。では終わっていきたいと思います。ありがとうございました。